皆さんこんにちは。 NBA 選手メーカーへようこそ。今回特集するのはカワイ・レナードです。バスケ界では珍しいディフェンス型のスーパースターですが、今回はそんなレナードのディフェンスとオフェンスについて3つの要点で分析していきたいと思います。1つ目、身長にそぐわない腕の長さと手の大きさ。彼は身長が2メートル1センチに対してウィングスパンが2メートル21センチとかなり長いのが特徴です。手の大きさについても、実際にレブロンの手の大きさと比べても分かる通りでかく、バスケットボールを覆いかぶせれるくらいです。この身体能力は彼のどのプレーでも有利に生かされています。2つ目、身体能力を使ったディフェンス。相手選手から一瞬でボールを奪ってしまうスティールやブロックショットが得意で、平均ファール数よりもスティール数の方が多いという非常に稀な選手です。彼の大きな手から繰り出されるスティールを人はザ・クローと呼びます。また彼のウィングスパン221センチは相手が予想もつかないところまで届くので、相手はちょっとでも気を抜くとボールを奪われてしまうことになります。相手のドリブルの一瞬の隙にスティールをし、そのまま持ち込んでワンハンドダンクを静かに決めるのが彼の得意技です。3つ目、オフェンス能力の高さ。彼はディフェンス能力だけでなく年々オフェンス能力も高めています。ドライブからのレイアップ、もしくはダンク、ポストプレー、正確なミッドレンジやスリーポイントシュートまで、そのどれもがレベルが高く、時には左手でのダンクをし、あえて利き手を使わないことで相手の予想を裏切り、高確率でブロックを避けることもできます。手がでかくてシュートには向いていないと言われていましたが、日々の練習から綺麗なアウトサイドシュートを決められる選手になり、得点を量産しています。いかがでしたか？決して目立とうとしない選手ですが、着実に結果を残していき、今季も大注目の選手です。今後も彼から目が離せません。このチャンネルがいいねと思ってくださった方は、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。